社がロンミルスの槍です。日本のアニメの有名な武器3選にロンギヌスの槍入ってますから、今回初めて槍を作るということでね、間違いない、はい、だって皆さん戦争行くとして、うん、剣と槍どっち持ちますかって言われたら銃でしょ。あら銃でしょうよ。打ち合わせないでしょ。間違いないでしょ。間違いないでしょ。銃作りなさいよ。剣の銃は作んないです、まあ、今回はね。はい、ということで今回使う商品はこちら。ちょ、まあ、今回の材料ちょっとでかいから、うん、あの海王様のところに置いてあるからちょっと取ってくるわ。マジで、うん、すぐ結構さ、うん、待ってますよ。まあね、すぐ来るでしょ。終わってきた。お前のここにずっといるな。まあね、見てください、俺の身長よりもね、はるかにでかいね、この槍で、あとこれね、これ先端、この棒の先端に使います。で、まああと赤いガムテープと段ボールを使っていきたいと思います、はいはい、ってことで早速やっていこう。何探してんの？リップクリーム。お前その顔でリップクリーム塗ってんじゃねえ。うるせえ。血色がいいよね、ピンクの。お前その顔で血色気にしてんじゃねえ。近い。はい、ということで今からね、段ボールに一応下書きを書いていきますね、はい、槍の先端の部分の、はい、これ一番大事、命を吹き込む作業です。そうです。はい、ということでまあね、下書きはこんな感じですね、はい、これ今度はね、切り取っていきたいと思います、はい、いやもうすぐ夏じゃん。暑くなってきたね。うん、てかさ、やっぱ夏といえばさ、プールか海、これどっち派よ。永遠のテーマだけど、俺はプールだな。あ、なるほどね、はい、何が。いや、花火大会でしょ。選択肢ねえだろ。きたー、ちょ、おかしい。はい、ということで、抜き終わりました、はい、見てください、もうクワガタでしょ。クワガタ実写か。ガンダムカットだな。はい、ということでね、今からね、固くするためにね、また今度はね、この下地をね、入れてね、はい、骨組みを入れて固くしていきたいと思います、はい、次はね、こちらの棒をね、はい、赤いガムテープでぐるぐる巻きにしてロンギヌスにしていきたいです、はい、はい、殴ったね、二度もぶった。親父にも殴られたことないのに。次はね、こちらの槍の先端をね、赤くしていきましょう。はい、君の手で切り裂いて、遠い日の記憶を愛に焦がれた胸を貫け。あ、鋼の錬金寿司オープニングでしたか。はい、じゃあね、先端もね、ある程度塗り終えたんで、いよいよね、ドッキングして最後ガムテープで止めていきたいと思います、はい、おおおなんかの職人か、お前。職人謝る、何十年かけてやってんだろ。全部剣じゃないよ。はい、ということで完成でーす。ロンギヌスの槍です。はい、これね、全部ね、映んだけどね、マジででかいですよ。こっちまでありますから。そう、はい、ちょっとね、一回外に出て、はい、どれくらいこれがでかいのかね、映してみたいと思います。お願いします。はい、とね、今広いとこ来たんでね、ちょっと行きますよ。どれくらいでかいか、はい、下がっていきます。でれれ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 れ、見てください、この高さ。マー君が約180センチあるけども、はい、2メートル余裕で超えてるよね。2メートル50以上、2メートル50以上あるよ、うん、近くにいたらね、知るよ、これ半径2メートルはもう入っていけないよ。そう、もうマジロンギ。これもう2メートル先の痴漢とかをね、そうだ、これ警察使うでしょ、こういうの、首とかに、ほら、これは何、俺ら近づいてこないから、これ変態も、変態とも距離を置ける。女の子をもう持っといた方がいい。そう、女の子をこれ常備した方がいいよ。でもちょっとマー君さ、頭エヴァっぽいから、ほら、もうエヴァンゴリ、ゴリラって。ちょっとエヴァっぽいよ、ほら、髪紫だから。まあ一応武器としてね、これはね、かなり成り立つでしょ。痛い、ザッシュ、ザッシュ、ダルシュ、ギャルル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 ルでまあ、たまにはね、お外でエンディング迎えましょう。はい、はい、今回コラボしたね、マー君のチャンネル概要欄に貼っておくんで、ぜひそちらにも遊びに行ってください。来いや。はい、ということでまだまだ他にも実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またね。
ロンギヌスが通るよ、ロンギヌスが通るよ。お前にも勝ち目はない。死ぬ。